お願いします。早速大会で、電動大会で、準グランプリをコピー部門で、ね、準グランプリを取った、虹ゆずの、ね、虹という曲からスタートしようかなと思います。はい、で、まあめっちゃ難易度が高いんで、あとキーも高いんで、コンディションが悪いとやっぱ出ないんですよ。二人とも今結構ね、ガタが来てるんで、ちょっと出なかったんで、ちょっと出す。出たな。よし、出るかわかんない。というわけでね、出るかな、ちょっと微妙だけど、頑張る。じゃあよろしくお願いします。君の死に絡みつくのは何レッドか、それとも不調和な日々に目は当たりか、空虚な空気がつけばほらうつむいて、一人ぼっちになってたいつかの帰り道、特別なことではないさ、それぞれ悲しみを抱えてんだよ。自分次第でスピードを塗り替えていける。誰の心の中にも弱虫が存在していて、そいつとどう向き合うかにいつもかかってんだ。そうやって痛みや切さを知っていくんだよ。間違いなんてきっと何一つないんだよ。誰のせいでもないさ、人はみんな鏡だから、勇気を出して虹を描こう。歩いていくんだよ。遠回りしたっていいさ、時にはつまずくこともあるさ、でも答えはいつも君だけのものだから。届け届け届け、暗闇の
出なかったけど、あの初めてじゃない、あのちゃんとこういう場面で歌詞の間違わなかった。そうだよ、これ歌詞間違わなかった。全道地区大会あ、ね、地区大会で俺風邪ひいて声ガラガラで歌詞間違って、全道大会で風邪ひいて声ガラガラで歌詞間違って、で、学祭で、いや学祭歌うこれはなかったけど、まあ、やる予定だったんだけど、学祭でも風邪ひいて、今ようやくね、風邪が落ち着いてきたなと思ってね、歌詞も間違わなかったけどね、ちょっと出なかったのがもったいない。けどなんか、大会でなんかすげえなって聞いてくれた人は、やっと歌詞間違ってないバージョン。そうだね。初めて。初めて。まだ俺安心できないから。そうだね。こっから。こっからよ。あとはあるから。じゃあ2曲目しっかり全部間違えるね。多分ね、みんな知ってると思う。結構有名だから。よし、行きましょう。シャミ。さよならは果てから言ったそれなのに、もう濡らしてしまうの。そらってこのことをしてしまうな、おいよ。笑ってね、あんなのを変えて歩いた意味もなく、直ちを見下ろした。そうやって今日の街してしまう。
ミジはね、だって俺はほら歌詞っていうかまあ譜面台を置かないでやってるからね。なんかもうここまで来たらね、あの間違いをの見に来てるというか、あ、むしろ間違いだけダメみたいなね。生で来たらさすがに今の方行って言えばね、ここから間違ってる。実際俺ら初めてのバンドの時から間違ってた、初めてのね、初ライブの時から間違ってたよね。間違いなかったライブ多分ないと思う。いや、うん、頑張ります。じゃあ3曲目はこれ学祭でやったから多分知ってる人は知ってるかな、映画の君の名はの主題歌って言っていいのかな。でも主題歌って言ったら全然全然になるか。そうだね、なんでもないようです。二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもが尖ってた父の言葉がどうだ温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいい、もう少しだけ、あと少しだけ、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時の隠れんぼはぐれっこはもう嫌だな。嬉しくて泣くのは悲しくて
くれんくれはもう嫌なんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや。今から行くよ。僕らタイムレイヤー、時を駆け上がった今、時の隠れっこはぐれっこはもういいよ。君は晴れなくないや、この涙止めてみたいな。だけど君は子なんだ。こぼれるままの涙を見てわかった。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を起こしたんだよ。ありがとうございました。これは、いや、間違えた方がよかった。間違えようかなとは思った、あ、そうだね、間違えない、間違えたって。今間違えたから次多分間違う、間違おうか。そうだ、間違えない、この次間違えないし。じゃあ、4曲目は、これが多分僕ら鯉のぼりのデビュー曲デビュー曲っていうの、デビュー曲、デビューはしないか、なんていうの、まあいいか、初めてね、ライブをやったっていうか、まあ初めてのライブは学祭だったんだけど、その次に、公式の大会で新人戦でね、白地区で、優秀賞を取った曲。そうだよ、俺ら、なんだっけ、公式大会でも取ってからね。そうだよ、地区大会取ってもう全部行って全部取ってからね。やべえというわけで、知ってる人は多分知ってるな、小袋の流星。
幼さになら気づけないまま星いくつの中になってるんじゃないかなって思います。Let's go.
開いた指の隙間から気づかべにしたままの方あの日の僕が